皆さんこんばんは。それではフォールアウト4の続きです。何か話したいことがあるんじゃないか。避難しているの？まだ様子見だ。プロクター・クイーンランはインスティチュートから取り戻したデータの暗号解読を完了した。研究結果の一部には行方不明になったが、地下施設から逃げ出した人造人間の一覧が含まれている。情報を注意深く分析するとあることを発見した。前代未聞だ。パラディンダンスはリストにある人造人間の一人と完全に一致する。クイーンランは絶対に確かなの？プロクター・クイーンランは何度も情報を実証した。結果が正確なのは保証しよう。持ち帰ったデータには各被験者の DNA の記録が含まれている。全ての兵に対して同じ情報を記録している。パラディンダンスの DNA は M797 と呼ばれる人造人間と完全に一致する。さらに悪いことに彼は無許可離脱でいなくなった。何の痕跡もなく消えてしまった。彼が突然いなくなったことで M797 とパラディンダンスが同一人物であるということが確定された。彼が君を信用しないというのは信じがたい。信じて。彼は自分が人造人間だって言ったことがない。どうやら君を誤解していたようだ。つまりその言葉をそのまま信じることにしたということだ。しかし任務から解放されるということではない。ダンスは人造人間だ。彼は我々が嫌いなものの象徴、テクノロジーの怪物だ。連邦での任務は明確だ。未来を守るためにインスティチュートとその創造物を破壊しなければならない。それは今までで最も困難な命令に直面するということだ。ダンスを追い詰めて処刑せよ。他に方法は？絶対にない。これが最終決定だ。いいか、ダンスが君の師匠だったということは理解している。背負うべきものが軽くはないということも。しかし我々が強いままであり続けるためには特別扱いするわけにはいかない。たとえ兄弟の一人を処刑するとしても。プロクター・クイーンランを探してくれ。あのデータを分析していて彼なら出発点を示せるはずだ。ナイト、命令に対する結果次第では昇格もあり得るので失望はさせないでくれ。以上だ。というわけでダンスの最後のクエストです。これをクリアすることでダンスのコンパニオンパークが解放されるのが一番の利点ですね。注目、これは注意喚起を求めるものである。回収された歴史的、技術的、社会的資料は直接プロクター・クイーンランに届けられなければならない。今回のダンスとのことは申し訳ない。以上だ。この状況について何を知っている？インスティチュートの内部から手に入れたデータを全て解読していたらリストを見つけた。インスティチュートは人造人間が関係している典型的な記録を持っているようだ。それには行方不明と伝えられている人々の記録も含まれている。このリストをよく調べていたら M797 という見出しの下にダンスの画像を見つけた。我々の持つ DNA データとの照合で結論が出た。きっとこれはかなりショックだろう。ナイト、申し訳ない。寂しくなるわ。本当か？トランジスタラジオがなくなるより早く人造人間がいなくなるなんてないだろう。気づけなくて申し訳なかった。理由が何であれな、ダンスの職務報告を入念に調べたが残念ながらそれらしき情報は何も見つからなかった。知っての通りダンスは連邦について詳しい知識を持っていたのでどこかに避難しているのではないだろうか。最も良い方法は彼が訪れた場所を全て特定して可能性を一つずつ除外していくことだろう。おそらくその作業にはかなり時間がかかるだろうな。ダンスが人造人間だっていうこんなクズ情報なんてどうでもいい。君が怒ったのはダンスの正体に関する疑念に言及したからだと思う。この発見はかなり正確だと断言するよ、スクライブ。つまりこうやってダンスは罠にはめられ、あなたは彼を倒す、そういう流れ？どうやってそのことを聞いた？ BOS に秘密はない。マクソンは我々がパラディンダンスを探してもし見つけたら居所をあなたに報告すると言った。あなたは彼を追い詰めるために送られたというだけ。今はその話をしている暇はない、ヘイレン。
どうして？トリガーを引くにはあまりに急すぎるのでは？パラディンダンスはあなたのためにあらゆることをしたのに、こんな風に彼に背を向けようとするなんて信じられない。間違いがあったのは明らかなので、その原因を究明する必要がある。スクライブヘイレン、交換と話をして彼女が正しいことに敬意を払え。そして私が罪に問われたら助けるんだ。役に立つ情報を持っていないのならすぐに警察署に戻った方がいい。もちろん。申し訳ない、プロクター。捜索に関する情報を持っていると思う。それでは我々を教え導かないのか？その知識を我々に授けてくれるまで待たなければならないのか？ナイト、フライトデッキまで同行してくれたら直接集めた情報を見せてあげる。ベルチバードのガンシップのコンピューターにデータを保管している。ダンス発見に役立つ何かが必要よ。はい。続けよう、ナイト。私はここで研究を続けるよ。ついてきてくれますか？っていうか、急に現れてびっくりするじゃないか。最初からここにいたのかな。クライブヘイレン、実はパラディンダンスの殺害を企んでいるのでは？企むってなんだよ。まだ決めていない、その前に話を聞いてほしい。まだイニシエイトの時からパラディンダンスのことは知っています。彼に訓練してもらい、やり方を教えてもらった。そして大失敗した時には立ち上がって前へ進むことを教えてもらいました。彼に対して称賛、尊敬、そして友情が生まれていました。クイーンランの報告内容は気にしない。彼がマシンであろうとなかろうと気にしない。どちらにせよダンスだから。どうしてそんなことを言うの？あなたが考えなしにマクソンの命令を実行しそうだからよ。ダンスは今まで会った中で一番純粋な人間だからよ。信念だけに基づいて自分の命を危険にさらすことができる人なの。だから頼んでいます。単に BOS の一員としてではなく、一人の人間として彼に機会を与えることを。言い分を聞きましょう。もし彼の言い分に納得できなかったり、彼が完全に人格を喪失してしまった場合は、あなたはなすべきことをすればいい。大丈夫、彼の話を最後まで聞こう。求めているのはそれだけ。決断の時が来たら正しい判断をしてくれることを願うわ。プリドゥエンが現れる前にダンスは私に警察署を失った場合の退却地点を確認させた。連邦北部の最前線にある戦前の古い米軍の前哨基地である監視施設ブラボーよ。孤立しており、我々しかその存在を知らないので、彼が行きそうな場所がある。注意して。彼が今どんな心理状態なのか、我々を完全に信用しているのかわからない。というわけで場所が分かったので、ダンスのところへ行きます。
下に参ります。さっさと。あんたを助けるのが習慣になったな。マクソンがあなたを送ったことには驚かない。彼は割に合わない仕事は決して自分ではやりたがらないからな。ダンス、どうして言わなかった？知らなかったから。クインランがそのリストを解読するまで人造人間は敵だと思っていた。自分が彼らの一員だと聞くとは思いもしなかった。それがヘイレンのためではなかったらこんな会話さえしていなかっただろう。それで命令は何なんだ？マクソンはまだ私を生かしておきたいのか？いいえ、だけど逃げ道があることを望んでいる。バカなことを言うな。いいかい、我々は良い仲間であり、これがあなたにとってとても難しいということは分かっている。マクソンには別の誰かを送ってほしかった。しかしそれでは物事は変わらない。私は人造人間だ。つまり破壊される必要がある。もし命令に背いたらマクソンを裏切るだけでなく BOS とその支持者全てを裏切ることになる。人造人間は信頼できない。マシンは自分で決断するようにはできていないのでコントロールする必要がある。手に負えないテクノロジーは世界中を屈服させ人間を絶滅の危機に追いやる。例外ではなく手本になる必要がある。本当にそんな風に感じるなら、そもそもなぜ逃げたの？真実を知るとすぐに自分の命が危険だと分かった。私は兵士なので自衛本能が作動した。再編して状況を再評価する必要があった。ここに着いたら少し考える時間ができた。自分のせいで全てが悪化していると気づいたんだ。プリドゥエンのところにいて運命を受け入れるべきだった。言ったように例外ではなく手本になる必要がある。それが人間なのか話をするマシンなのかわからない。あなたが混乱しているという事実は私の決意を固めるだけだ。自分の本当の正体が何なのかを受け入れる用意はできている。マクソンは私を処刑するように命令した。それを邪魔することは絶対にしない。断るわ、ダンス。私を生かしておくために自分の命を危険にさらすなんて信じられない。どうして私のためにそんなことをしてくれるんだ。これに向き合う必要がある、ダンス。死ぬのは臆病者の逃げ道よ。その通りだ。見て見ぬふりなんてできない。今の自分から逃げることはできない。心の平穏を得るために自分自身が最大の敵であるという事実に向き合い結果を受け入れる必要がある。目を覚まさせてくれたので次の手を考えることができる。次の手は何？あなたはインスティチュートに対して戦いを続ける必要がある。私は自分の道を進む。唯一の明確な選択肢は連邦を離れることだ。国境に向けて早く進めば進むほど早く忘れられる。私のホロタグを持っていけ。それを使うと任務が成功したことを証明できる。
さもなければマクソンは私を追い詰めるために誰かを送ってくるだろう。さあ行こう。邪魔はするなよ。ねえ、この後はダンスは話しかけても止まらず外に出ていきます。選択次第ではダンスは死ぬので、ここの選択は注意が必要です。あと説得にかなりカリスマがいるので、ね、それも要注意ですね。カリスマが1でも服とお酒でブーストすればなんとかなるはずです。何度もリセットすることになるのでカリスマ上げてた方が楽ですけどね。よくも POS を裏切ったな。彼女のせいではない、私のせいだ。すぐに処分してやる。ナイト、どうしてこんなものが破壊されなかった。彼は物ではない、あなたの最高のメンバーの一人よ。気が触れたのか。ダンスは人間ではないマシンだ。インスティチュートによって作り出されたロボットだ。愛する母親の子宮から生まれたわけではなく、冷たい実験室の中に閉じ込められて育ったんだ。人間は人間、マシンはマシンだ。二つが結びつくことはありえない。神のように振る舞おうとすることでインスティチュートは人間の生命の尊厳を奪い、計り知れないほど堕落させてきた。私はずっと組織のために尽くしてきた。 BOS の名のもとに多くの血を流してきた。それを何だと思って。君は我々が最も忌み嫌うものが具現化した物質だ。行き過ぎたテクノロジーの象徴だ。周りを見ろダンス。焦土化した大地と荒れ地に散らかった骨を見ろ。科学が人間の自制を上回ってしまったせいで数百万、いや数十億が死んだ。その余波など全く無視して彼らはそれを新世界、限界への挑戦と呼んだ。同じことが再び起こるということがわからないのか。君は生き残った人類を破滅させるために準備された武器庫にある大量の爆弾の一発に過ぎない。ダンスを核爆弾に例えているの？このマシンは爆弾ではないかもしれないが、その目的は全く同じだ。損傷を与えたい場所にそれを置けば、全く予期しない時に突然容赦なく致命的な打撃を与える。敵の中心部への精密照準爆撃は極めて有効な手段だ。自分が生きていると思い込んでいるマシンの言葉をどうやって信頼できるのか。何もない領域に思考と記憶がプログラミングされたマシンだ。まさに人工物さ。擁護しようと努力している倫理観ですが、自ら持ち合わせたものではない。社会にうまく溶け込むために人工的に書き込まれたものだ。その通りだ。私は実験室の囲いの中で作られた。記憶のいくつかは自分のものではない。しかし足元で兄弟が死ぬのを見た時には悲しくなったし、 BOS の敵を倒した時には誇らしく思ったんだ。そして連邦を救うというあなたの話を聞いた時には希望を感じた。わからないか。私は人間だ、アーサー。 BOS に正体を暴かれはしたが、これまであなたの信頼を絶対に裏切らないようにやってきたし、これからも決して裏切らないだろう。今となってはもう遅い。インスティチュートは愚かにも君に命を与えた。君は存在してはいけないものなのだ。これ以上このことを議論するつもりはない。命令は有効だ。いいだろう。お互い最善を尽くした。あなたのおかげで自分の正体を恥じるのは間違いだと確信した。それには感謝している。どちらにしても怒りも後悔もなく墓に入るつもりだ。感動的だな。自分でダンスを処刑するか私がするかだ。ナイト、選ぶがいい。全てを犠牲にして BOS のためだけに戦ってきたわ。今度は私の話を聞いて。それくらいはいいでしょ。結構だ、話を聞こう。BOS であなたから得た信頼や尊敬と引き換えにダンスの命が助かるなら喜んでそうするわ。このマシンの命をそんなに高く評価するのか。おかげで我々は行き詰まってしまっている。ダンスが生きることを許せば BOS が支持する全てのものを台無しにしてしまう。それでも君は彼が生きることを求める。残された選択肢は一つしかない。ダンス、どうあがこうとも君は死なねばならない。だから君は BOS のナイトに殺され、その遺体は焼かれたことにする。これ以後
プリドゥエンに足を踏み入れることや BOS の誰かと話をすることは禁止だ。この忠告を無視するようなことがあればすぐに始末されると覚えておけ。我々は分かり合えているか。そうだな、信じてくれてありがとう、アーサー。私の情けを存在の証人と思うな。君がまだ生きていられる唯一の理由は彼女だ。プリドゥエンに戻っているところだ、ナイト。いくらか時間はかかるだろうが、別れを告げてそこで会えることを期待しよう。今でもインスティチュートを相手にしている。っていうか一人で来たのか。最初から見逃す選択肢も考えていたのかもね。ねえ、そんなマクソンに反抗するには途方もない度胸が必要だ。夫は後ろで何してんの？それでどうするつもりなの？ここにいることに決めた。こんな古い監視施設で余生を過ごすつもりはなかったが、そうしなければならないだろう。それにまだ私の助けが必要になるだろうが、連邦を一人でさまよい歩いてもらっても構わない。さあ、プリドゥエンに戻った方がいい。その間にもこのバンカーをもっと住みやすくしよう。私の力が必要になったらいつでも来てくれ。ヘイレンはどうなの？マクソンは彼女が関係しているのを知らないから安全だろう。彼女に連絡を取ってここで起きたことを知らせよう。それくらいしかできない。自分を賢いと思う。消えやがれ。こんな風にイベントを邪魔されるめちゃくちゃなとこがいかにもベセスダゲーらしい。マクソンに反抗するには最初からやり直しなのか。少なくとも彼はこれ以上追っては来ないでしょう。ここにいれば安全なはず。それは素晴らしい提案だ。こんな古い監視施設で余生を過ごすつもりはなかったが、そうしなければならないだろう。それにまだ私の助けが必要になるだろうが、連邦を一人でさまよい歩いてもらっても構わない。さあ、プリドゥエンに戻った方がいい。その間にもこのバンカーをもっと住みやすくしよう。私の力が必要になったらいつでも来てくれ。一緒には来れないの？マクソンが言ったことを聞いただろう。プリデュエンの警察署や空港で見かけたら殺されるだけでなく、彼の威信をも台無しにするだろう。そうはしないつもりだ。しかしどこかで戦いに参加する必要があれば私は行くよ。さようなら、ダンス。元気で。次に会う時にはもっと幸せな状況であることを願うよ。これでダンスの話は終わりです。コンパニオンとしては加入できるので、あとは親密度を最大にすればパークがもらえます。お呼びかしら、エルダ。続ける前に一つはっきりさせておきたい。この会話がダンスについて話す最後の機会になるだろう。BOS に関わっている限り彼は死ぬ。分かっているか？分かった。よろしい。当然ながらダンスの処刑は命令系統に大きなほころびを生じさせる。あの裏切り者は重要な役割を担っていたからな。だが君ならうまく補ってくれるだろう。パワーアーマーを含め今や奴の住居と全財産は君のものだ。おめでとう、パラディン。光栄よ、エルダ。自分でそれを手に入れたんだ。 BOS パラディンが同志たちの結束の象徴になるだろうということは覚えていてもらいたい。彼らや私をがっかりさせないだろうと信頼している。いずれにしても突入を始める前にまだインスティチュートとの争いや大量の任務が残っている。リバティプライムに最後の仕上げを施す間にキャプテン・ゲルズは作戦に対する潜在的脅威を特定した。次の任務のためすぐに彼の元に向かえ。アド・ビクトリア、パラディン。BOS 内の地位なんて上がってもしょうがないんだけどね。それでは今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。空気質アルファ 97%、 補正